波の塔は松本清張の長編小説。女性自身に連載され、1960年6月に公文社から刊行された。後に電子書籍版も発売されている。人妻と青年賢治の恋愛とその行方を描く著者の代表的長編恋愛ロマン。1960年に小畜で映画化、また8度テレビドラマ化されている。 司法修習生の小野木隆雄は、感激中に、隣席の女性が気分を悪くしているのに気づき、医務室へ連れて行く。周囲にその女性の同伴者と思われているうちに、小野木は彼女をタクシーで送ることになり、そのまま縁が切れるのを惜しむ気持ちになる。一週間ほど経ち、小野木の元に、名刺を渡した彼女、結城結子から電話が来て、夕食の誘いを受ける。検事になった小野木は、 その後も自分を誘ってくれた結城結子を愛するようになるが彼女は自分の住所もはっきり答えず秘密めいたところがあった気持ちを確かめようとする二人の運命は原作における設定を記述作品の舞台青木ヶ原原生林1960年10月30日公開制作は松竹大船配給は松竹現在は DVD 化されている。富士テレビ系列のスリラー劇場にて1月9日から4月24日まで全16回の連続ドラマとして放送。ネットテレビ系列のポーラ名作劇場は国でて8月24日から11月2日まで全13回の連続ドラマとして放送。TBS 系列の顔愛の劇場は国で。て 8月31日から10月30日まで全45回の連続ドラマとして放送。NHK の銀河テレビ小説枠にて、4月2日から5月11日まで全30回の連続ドラマとして放送。劇中音楽にシンセサイザーが使用されている松本成長シリーズ波の塔。NHK の土曜ドラマ枠にて、 10月15日から10月29日まで、全3話の連続ドラマ化。平均視聴率14.1%。松本清張作家活動40年記念、波の塔。1991年5月24日、フジテレビ系列の金曜ドラマシアター枠にて放映。視聴率16.7%。松本清張ドラマスペシャル派の塔。 TBS 系列で2006年12月27日21時22時54分に放送されたスペシャルドラマ。松本清張没後20年特別企画ドラマスペシャル派の等。2012年6月23日テレビ朝日系列にて放映。踊り子の殺人事件を発端に設定している。視聴率12.2%。ありがとうございます。